はい、激辛マニアユッキーです。今回はですね、久々の、暴君ハバネロ、帰ってきた暴君ハバネロの旨辛焼きそばです。こちらはコンビニで売ってました。スナックの帰ってきたハバネロを、砕いてまぶすとさらに絶叫じゃ、そう書いてあります。これ辛いのかな。まあ、帰ってきたね、暴君ハバネロのね、スナックのやつはね、食べたんですけどね、全然辛くなくてね。何これって。まあ、前も言ったと思うんですけど、とにかく昔に出たね、初期の暴君ハバネロがめっちゃ辛かったんですけど、それの、10分の1ぐらいの辛さになってきます。マジ。本気で10分の1ぐらいになってて。ということでね、お湯入れていきまーす。
はい、ということでね、終了。おいおいっと。いやー、やっぱりあれですね。ローソンのこの割り箸は本当に高性能。こんまま常用の箸に使えるレベル。菜箸ぐらいには確実に使えるな。出来がいい。粉末。
あ、でも美味しそうな匂いするわ。香りはね、暴君ハバネロの昔ながらの美味しい香りがするんだけど、多分全然辛くないと思う。これ辛さが圧倒的に足りないハバネロ。昔のやつは本当に辛かったんだけどな。すげえ、しかもうまかったよね、昔のはね。今はもううま辛さもなくなって、うまさもなくなったから、うまさもなくなり辛さもなくなったんで、買う価値は全くない。じゃあいただきまーす。あ、うまい。あ、これ美味しい。あ、うまい。これめっちゃうまいじゃん。これはうまいわ。うまさがうまい。辛い。ちょっと辛い。うん。あ、うまい。これはうまいわ。焼きそば系としては最強にうまいね、これ。うん。うまい。ほんとに。これご飯と一緒に合うわ。このちょっと程よい辛さと、うん、うまこれ。味としては本当に美味しい。これあれだわ。グッド。グッド。おいしい。こういう辛さが、これ今の、3倍ぐらい。3倍ぐらいになれば、もう最強なんだけどな。辛さは、まあでも、うん。まあそんなもんか。まあ、程よい辛さっていうか、うん。うま辛さ。本当に美味しいな、これ。なんだろう。なんか、ラー油と、うまこれ、マジで。これ大盛りで食いたいわ。うん。これ大盛りのやつ出してほしいね。うまい。辛さ度数は50だな。
辛さ度数50。お疲れ様でした。